皆さんこんにちは。映画東京提案でザ・ストーリーテラーズ・アプレンティスの監督の神田裕二でございます。東京提案デーで小春役を演じさせていただきました黒田福美です。よろしくお願いします。前回登場してくれた原作脚本の村木敏郎さんに続き、はい、この映画に出演してくださった、女優、黒田福美さんをゲストにお迎えして、今日はあることないことをいろいろ喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。どうしましょう、どこから話しましょうかね。もう普段から黒田さんとお話しさせてもらってるから、うん、そうですね、うん、もうさっきもノリノリで、ね、ノリノリでもう終了した感じがね僕らの中ではしてるんですけども、はい、まずだから最初でも今回初めてこの映画でお会いして、はい、直接は、それで、いわゆるマネージャーの北さんに、うん、なんとかもう多分絶対この話うちの黒田好きですから、うん、やらせよって言われて、いやむしろやってくれるのこれみたいなところから始まったんですね。そうなんですか。いやお話しいただいてね、本を拝見した時に本当に面白いじゃないですか、うんうん、でぜひやりたいと。でとにかくこれは三味線が弾けないとダメだって私だったんで、お任せくださいなんてね大見え切っちゃってさ私もいや最初に俳優になっていただいた役っていうのが常磐津の師匠って役だったんですよ。なるほど。だから20いくつぐらいで、まあ、その三味線なんて持ったことがないと華奢で怖いじゃないですか、うん、だから怖ごわ持っちゃダメだっていうんで、うん、それでお稽古を始めたことがあったものですが、随分いくつもね長唄あげたんで、うん、でお任せくださいなんか言っちゃったんだけどいやでも随分ね手に取ってなかったもんですから、それから仕事でねカメラの前でやるって言ったらまた違って、うん、本当に緊張してね現場に挑ませていただいて、だいぶご迷惑もおかけしたんですけど、いい経験させていただきました。やっぱりオープニングで黒田さんがこうね、今回なんて役でしたっけ。小春。小春、はい、小春は何のポジションでしたっけ。ね、はい、だから今回 の、 映画の中ではですね、寄席の楽屋を一幕の舞台で表現しているというような映画なわけですけども、寄席には出囃子というものがつきものですね、はい、いろんな芸人さんが出ていくときにその方のテーマソング、はい、それを弾く下座さんというんですか、お三味線のお師匠さん、その役をやらせていただきましたんです、はい、そうですね。だからオープニングだから黒田さんがバンと入ってきて、うん、割とすぐ早めに一発目が入るじゃないですか、はい、あそこでもうやっぱり雰囲気ガンと出ますもんね。そうですね。あれでも最初ちゃんとこう手元も取って、いやもうありがとうございます弾けるぞっていうところね。いやだからね結構ねいろんなことが、まあ多分女優さんなんかねこういうふうに思ってらっしゃる方あると思うんですけど、うん、踊りのお稽古したりお三味線のお稽古したりいろいろやっても実際にそれをやらせてもらうってことは結構ないんですよね。あ、うん、なるほどね、うん、いやだからやっぱりあの辺にそれで僕最初にお願いした時にその、うん、どう撮るかまだ決めてなかったんですね、もちろん撮り方は大体決めてますけど、終わりまではしてないので、だからもちろん手元が映らないこともいっぱいあると思うけども、うん、映ることもあると、うん、そうするとやっぱりどこでどの曲をどう撮るかっていうのまだ決めてなかったんで、もう全部弾いてくれるようにしてくださいねって最初はそんなようなことを。そうでしたね、20曲ぐらいあるの全部っていうことで、全部違いますからね。もうね撮影がお正月明けだったじゃないですか、はいはいはい、もうねその暮れからずっと正月にかけてペン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 家でねもう本当に音そのんじゃもうペン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 みたいな感じでしたね、はい、私びっくりしたのはね、とにかく私決めていただいたじゃないですかその時にはね、野添さんと、うん、それから足立由美ちゃんが出るよぐらいの話だったんですけど、どん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 ね、このキャスティングが豪華になっていくのを聞くわけですよ。そうですよ。黒田さんはすごい最初だったんですよ。そうでしょ。そうだ、でんでんさんだとかラサールさんだとか、小松政夫さん、みたいな話で、いやこれもう本当これすごいキャストですよね。すごいキャストですよね、うん、だって南沢さんとかね、うん、有坂さんとか、まあこういうね素晴らしいアイドルの方もそうですけれども、まあね真野京子さんとか、真矢京子さんとか、三谷昇さんもう本当にすごいメンバーで、それであのあれですよ、洋次郎さんとかいわゆる大衆演劇のスターの洋次郎さんが出てたり、はい、いわゆるもちろんその落語家のね与之助師匠出てくれた、もう本当楽しかったですね。で今回ほらやっぱり嘘があっちゃいけないっていうんで、うん、稽古の時からもうびっしりお付き合いくだすって、うん、
いろいろな言葉遣いだとか所作に至るまでご指導いただいたじゃないですか、うんうんね、でおかしかったのはみんなで総見に行きましたよね。そうそうそう行ったんですよ、やっぱり知らないとね、うん、そうそうそう、あれがね楽しかった。あれどうどう池袋演芸場かなんか行ったんですよね。そうそう、まあ、映画の中では末広亭、うん、新宿末広亭ってことになってるわけですけれども、うん、まあ、みんなとはあの池袋演芸場に行ったわけですけども、もうほら初めてじゃないですか。で、まあ、テレビでは見てるけど、うん、本当にあの楽屋うち、うん、狭いですね、ね、こんなところにずっといるのかとかね、それからの上手下手の舞台もものすごく袖が狭いじゃないですか。ね、あんな広くないですよね。でそうね、こんなの贅沢な方だよねって米津玄師匠がおっしゃって、そうかなと思いましたけど、で本当に狭いところにその芸者さんもいらっしゃって、あの太鼓とかね、みんなもう自分たちでやるわけですよね。で私はまあその芸者さんの役ですから、もういろいろなところをこう見ましてね、あどういう風な感じでこう座ってらっしゃって、いろいろと見てるとね、あのちょこちょこっとこうその日の近くのスーパーのチラシをこうご覧になってたりとかね、一、ね、日いるからね、一、うん、日いるから、そうなんです、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、生活の場だからなんかちょっとお菓子食べたりとかね、あこんなに日常なんだ、いやそうそうそう、それがリアルですよね、うん、だそういう風なところの生活感みたいなものをちょっとこう反映させていただいたりもしましたね、うんうん、そうなんです、うん、だから黒田さんが例えばみかん食べたりするシーンがあるんですけども、あそこなんかも黒田さんのご発想で、あのちょっとこの辺で食べてもいいなんていう話をしてくださって、すごくだから演出的にはねとってもやっぱりあの黒田さんだけじゃないんですよ、皆さんもそうやってアイデアいただいてすごく助かったなというのは、うん、僕も初監督だったので、あそこはねやっぱりね、何て言うんでしょう、その頭では分かってますけど実際できるかなとかね、正直ありました、うん、いやだけど、初監督だなんて思えない素晴らしい監督ぶりでしたね。そうですか、よいしょってなんですけどもうね、よいしょですね、ここはいやいやいやでもいや本当ですよ、あのやっぱり監督はほら俳優さんの経験もあるでしょ、だから同じその俳優として本当に的確な、あのアドバイスをいただくんですよね。でね、私最初にね、まあ、みんな顔合わせがあったじゃないですか、でそこでね演説をなさるんですよ、今こんな時代だからこそこういう映画を作りたいんだっていうね、その、ね、コンセプトがね素晴らしくって、うん、やっぱり震災があってみんな意気消沈してると、でそんな時代だからこそ、まあ、器用に生きられる人間ばかりではないけれども、なんかこう元気になれるような場を作りたいとおっしゃったんでしょう。あれにまず心を打たれましたね。あ、そうですか。うん、よかった。言ってよかった。いや、本当ですよ。その自分の今いるこの瞬間をかみしめながらやってほしいっていうことだったでしょ。うんうん、で、だからみかん食べるのもそうだったんですけど、うん、私あの映画の中でちょっとお菓子食べて吹いちゃうとこあるんですよね。そうそうそう、ありますよね。そう。私なんかあそこはまたしかもこうグループショットで撮ってるからあそこ切れないんですよ。でも あれがいいんですよ。あれ良かった、自分でもびっくりしちゃって、あれがいいんですよ、いやだから自分でも思ってもいない間ができちゃって、そういうことがね、いやあれがいいんですよね、起きるっていうのがね、うん、そう面白かった。あと次から次へとやっぱりこんだけの人たちが出てくるから、いや本当にね、色とりどりですもんね、これもだから諸先輩方に言われたのはね、うんうん、あのやっぱりいやもう一幕持ってない飽きちゃうから、うん、やめとけやめとけって言われたんですよ、うん、だからもうもしやるんなら、うん、ホラーにするとか、うん、サスペンスにするとか、うん、なんか違うくくり持っておかないと、うんうんうん、もう持たねえぞって言われて、うんうんうん、だからもう 2点僕あって、一つはこの人々がこう出入りするこう得意な空間、うんうんうん、これは劇団の空間じゃなくて、うん、寄席っていう空間がね、うん、あの寄席っていうのはね、行ってみて私も黒田さんもびっくりしましたけど、うんうんうん、時間に来てやって帰っちゃうんですよね。いやびっくりですよずっといるんじゃないですよね、黒って女みたいなね、そうそう、なんか芝居僕らはやってるから、ずっといる感じがするんですよね、緊張してこう待ってるとか ねで朝入りの時間決まってて、うん、って思ってたら、うん、違う、自分の時間に来て、なんか気持ち作るなんてそんな関係ないのね、関係なくて、ね、スッて出てきてね、早いって言ったらやって、うん、でそこにいてもいいし、あの時間ない人はパッパッと帰っちゃうし、うん、だからまず出入りで人を見せられるなっていうのが、それで飽きさせないでいけるかなっていうのが一つあったのと、あともう一つそのカメラが常に動くんでね、その映像でもう絶対につまんなくはしないでいけるっていうのが2点あったんで、で諸先輩方からはそう言われたんですけど、いやそうですねって一応聞きながら、
ホラーやりたいわけじゃないですからね、うん、コメディやりたいってそこから始まってるのに、うん、なんでサスペンスやんなきゃいけない、なんで人殺さなきゃいけないとかね。なるほどね、そう、なんかそんな風にもね、うん、でも第2弾はじゃあ寄せであれですかね、サスペンスやりますかね。あ、そういうのもまた私も、はい、お三味線の特訓をしていきたいと思うんで、ね、あ、それであのちょっと待ってくださいよ、はい、あのこの作品がですね、ピア初日満足度ランキング1位を記録したんだそうです。そうなんですよ、なんか多分これ出口調査するんですよね、うん、出口調査して大体30人から40人の人にこうどうでしたってこう、うん、ランダムに聞くんですけど、多分ほとんど僕の身内に聞いたんじゃないかと思うんですよ。でも階級じゃないですか。だってこう同時に封切させたのはものすごく予算があって、ものすごくこの時期に対応で、ものすごい方がねいっぱい出ている、そういうのと、はい、もう競ったんですよ、うん、それでいてね、1位というのは素晴らしいことだった。ね、良かったですよね、うん、いやだからそれはなんとなくその僕らも一緒に作ってますから、どっか不安じゃないですか、うんうん、ね、もう身内になっちゃってるから、うんうん、だからそれがその外に向かってどういう評価いただくのかって、そのいけるはずとは思ってるけれども、うんうん、なかなかね、しかもそうみんなやっぱり最初の予算で考えちゃったりすることがあるから、うんうん、予算作ったものがいいもので、うんうん、低予算って低予算じゃんかってところから、うんうん、やっぱりそのなんとなく始まっちゃうんですよね、うん、でも多分違う時代がもう来てると思っていて、うん、それのなんかこう答えをね、うん、こういう作品で出していけるといいなと思ってたんですが、うん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 、あのピアで評価されてすごくありがたいことですよね。いや、まず対外的にね、では最後にですね、一緒にこの動画を見てくださっている方にですね、ご挨拶、したいと思います、はい、こんなことして、あ、これね、こんなことして、はい、じゃあ東京提案で東京はい、一緒に一緒にやるのかな、東京提案で、どうぞご覧ください。よろしく。あれちょっと合わせる？いいと思います、これで。あ、そう。ってなことで、はい。